皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのトシです。中学2年生の数学ミニ連立方程式の5回目、今回は代入法について説明していきます。まず代入法って何なのか、ね、この部分から入っていきますね。この代入法って何なのかと考えるとき、まずこれまでに勉強した式の値、1年生でもやりましたよね、2年生でもやりました。この式の値について思い出してください。 x イコール3のとき 5x プラス2の式の値を求めましょう。この問題ってこれ 5x プラス2のこの x の部分に数字の3を代入して計算して答えを出しましょうという、こういう意味ですよね。つまりここの部分で x イコール3ってありますけれど、これ x を3に変えてねってこう言ってるんですね。 x を3に変えてねってこう言ってるんです。だから 5x プラス2の x を3に変えると 5×3 足す2、計算すると17と、こういうふうに計算しよう、問題でそう言ってるんです。じゃあ連立方程式ではどういうことかというと、連立方程式ではここでは数字だったんですけど、式、この式を代入しなさいということになるんですね。じゃあ具体的な例を挙げますね。括弧1では y イコール x マイナス1、これを丸1として、 3x プラス 2y イコール13、これを丸2としますよね。この2つの式、方程式ですね、片方で何を何にして計算してねって言ってるんですよ。実は1番なんです。 y イコール x マイナス1で、 y を x マイナス1に直して計算してねと、ね、もう一方の式の y の部分を x マイナス1に直して計算してねと、これが丸1で言ってるんですよね。ですからこの場合は丸1の式を丸2、この式へ代入して、計算しなさいと、解を求めなさいということです。じゃあ実際にはどういうことかというと、 3x プラス 2y ですから、2の後ろの y の部分、ここを x マイナス1、こうやって方程式を解きましょうと、ね、この 3x プラス 2y の y の部分、 x マイナス1、これ括弧してくださいね。これにして方程式を解いていく。こうすることでこの式 x だけの一次方程式になりました。ではもう一問、括弧2番、3x マイナス 2y は12、これを丸 1x イコール y プラス5、これを丸2とすると、さあどちらの式が私をこういう式に変えてねって言ってるんでしょう。実は2番の式ですよね。この丸2の式が x を y プラス5に変えてねとね、 x を y プラス5に直して計算してね、方程式解いてねって言ってるんです。ですから括弧2では丸2の式を丸1の式へ代入して方程式を解きましょうと、こうなります。ですから 3x の部分を y プラス5に変えて、 y プラス5括弧閉じてマイナス 2y は12、こちらは y だけの一次方程式になりました。こうやって方程式を解いていくということです。どちらかの式がもう片方の式に、ね、こうしてねという指示を出しているわけですよね。では実際にこの2つの問題解いていきたいと思います。では実際に方程式を解いていきます。括弧1番、 y イコール x マイナス1、これを丸1、3x プラス 2y イコール13、これを丸2としますよね。では先ほど言ったように考えていきましょう。この2つの式では丸1の式が
丸2の式の y、 これを x-1 にしてねって変えてねって実は言ってるんですよね。つまり y を x-1 にしてねってこう言ってるわけです。では丸2の式 y の部分を x-1 に置き換えて計算していきます。 3x+2、y の部分は x-1 ですから、括弧 x-1 括弧イコール13になりますよね。括弧外すと 3x+2x-2 イコール13と、で 3x+2x で 5x イコール移項すると13+2なので15と、両辺を5で割ると x イコール3と、これ x が3になりました。でこの x イコール3を丸1の式に入れますね。 y は x が3ですから 3-1 イコール2ですよね。ですからこの連立方程式の解は x イコール3 y イコール2とこのようになるわけです。では括弧2に移ります。2番に移ります。 3x-2y は12、これを丸1、 x イコール y+5、これを丸2とすると、これ丸2の式がもう一方の1番の式のこれ x を y+5 に変えてねと、 x の部分を y+5 に変えてねってこんな風に言ってるんですよね。ですから上の式 3x-2y イコール12の 3x の部分を y+5 これに変えて -2y イコール12という y だけの一次方程式ができるわけです。括弧を外すと 3y+15-2y イコール12ですよね。 3y-2y y ですイコール 12-15y イコール-3 と、これで y が -3 と分かりました。これを丸2の式へ代入します。そうすると x イコール y は -3 ですから -3+5 イコール2こうなりますから、この方程式の答え x イコール2 y イコール -3 とこのように求められるわけです。今回は代入法について説明しました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。